今回はこちらのイケメン妖怪で弁財天を釣ってみたいと思います。七福神妖怪の弁財天、こちらですね、稲妻の容器を使うとバトルできます。早速使ってみよう。これスコアアタックでゲットできたやつだよね。七福神の間、じゃじゃん、私とセッションしようってのかい。お前さんはどんな演奏をするんだろうね。弁財天って男性女性、女性かな。こっちの準備は万全、いつでも OK っさ。プニどんなん。プニも可愛いよね、弁財天。ワンチャンかな、1個しか持ってないからバトル1回だけかな。好物あげてイケメン犬の必殺技も発動してゲットしときたい。弁財天コンティニューとかプレイ条件特にないよね。まず好物はカレー、辛いのがお好き。一番いいやつあげとこう。生捨てカレーだっけ、チキンカレー。ものすごく懐いた、していくぜ。イケメンのエンマライオ、あとオロチハンとキュウリ、イケメン犬、鬼ガマ、イケメンだらけ。イケメンのプニで釣れるか。まずイケメン犬の必殺技は絶対打っときたいな。あ、めっちゃエンマライオいる。もっと先にイケメン系の必殺技しときたいな。いきます、イケメン様の微笑み、そしてオロチ。これで決まっちゃうのか。エンマ大王必殺技、覇王エンマ玉で全プニを消す。フィニッシュ、来い来い来い。ダメか。これは小必殺の秘伝書かな。ミニ必殺の秘伝書でした。秘伝書、ミニ必殺の秘伝書。どうだい、ハッピーになれただろう。微妙。それにしてもお前さんいい演奏するじゃないか。お前さんとだったらまたセッションしてもいいな。弁財天ゲットならず。